皆さんこんにちは。 MLB でホームラン王を獲得したプロ野球選手の大谷翔平さん、大谷翔平の結婚相手が加納舞子の電撃結婚の真相となれ始めや、つなげた人物の正体について紹介します。まずは大谷翔平さんの経歴とプロフィールから紹介します。大谷翔平、愛称ショータイムは、岩手県水沢市、現奥州市生まれの日本のプロ野球選手です。同県花巻東高等学校卒業、現在メジャーリーグベースボールのロサンゼルスドジャースでプレーしており、主に投手と指名打者、つまり両手投球を務めています。2012年日本プロ野球パシフィックリーグの北海道日本ハムファイターズの1位指名選手として、プロ野球選手としてのキャリアをスタート。現在日本で最も人気、注目を集めるスポーツ選手、アスリート、日本人の好きなスポーツ選手で1位を獲得しているタイム誌による世界で最も影響力のある100人にアイコン、象徴のカテゴリーで選出された。日本人スポーツ選手で最高年俸であり、日本球界総年俸の3倍超である野球の最高峰リーグ、メジャーリーグベースボール MLB でシーズン MVP 最優先主賞を2度受賞している。日本人における MLB シーズン本塁打最多記録保持者46本、日本人初のホームラン王獲得者、 MLB 通算本塁打数で日本人歴代2位でア・リーグ1位の松井秀喜175本まであと4本に迫っている。近代のプロ野球では非常に稀な存在となる。シーズンを通して投手と打者を兼任する二刀流 A 2way プレイヤーの選手、 MLB、NPB 両リーグで2桁勝利投手、2桁本塁打の同時達成を果たしている。野球の世界大会ワールドベースボールクラシック WBC では2023大会にてエース兼主砲として日本の優勝に大きく貢献し、自身も MVP を受賞した。次の目標は MLB における優勝決定戦ワールドシリーズ、英語ワールドシリーズ制覇であり、2024から名門強豪球団ロサンゼルスドジャースに移籍し優勝を狙う。加納舞子は日本の元バレーボール選手、東京都三鷹市出身、ニックネームは舞子、マネジメント契約先はスポーツビズ。結婚を電撃発表したドジャースの大谷翔平が、日本時間3月1日朝、キャンプ中の米アリゾナ州の球団施設で囲み取材に応じ、初めて会ったのは3年4年前ですかね、3年ちょっとかな、たまたま短いスパンで何回か会って、そこからと妻との馴れ初めについて明かした。あの世界の大谷に一緒にいて楽しいですし、ずっと一緒にいるところがなんとなく想像できたと言わしめる女性とは一体何者なのか。新妻の詳しいプロフィールは普通の日本人としか説明されていないだけに、ファンは興味津々踊り地だ。ネット上ではお相手を特定するような動きが出ており、さまざまな名前が候補として取り沙汰されている。大谷が高校3年生の時に書いた人生設計ノートには、26歳で結婚、いや28歳で長男誕生といった記述があった。30代を目前にして自然と結婚を意識するようになったということだろうか。謎に包まれた新妻の有力候補の一人として挙げられている女性は大谷より年下の女性だ。その知人が彼女の意味深長な行動について証言する。大谷翔平と加納舞子2人を結んだのは株式会社明治の管理栄養士で、高校野球日本代表をはじめ多くのアスリートの栄養サポートを行っている大前圭さんです。大谷のファンだった狩野さんは大前さんを通じて大谷を紹介してもらったそうです。大谷さんはメジャーリーグに移籍後もずっと大前圭さんのサポートを受けています。加納舞子さんもバレーボール選手時代、大前圭さんのサポートを受けていたということで、大谷翔平さんと加納舞子さんが交際していると伏され出したのは2018年夏からです。当時の2人の年齢は、大谷さんが24歳、加納舞子さんは30歳でした。その年の11月21日、大谷翔平さんは記者会見を開くことに。ネットでは婚約発表かと盛り上がりました。しかし婚約発表はありませんでした。一時帰国の報告だったそうです。大谷翔平選手と加納舞子さんの出会いについて、ネットでは
共通の知り合いである株式会社明治食品の大前恵さんの紹介によるものだと言われています。大前恵さんは大学卒業と同時に管理栄養士の資格を取得、2000年からアスリートからチームの栄養管理のサポートを行っています。2018年のキャンプから大谷さんの渡米に同行しから栄養面のサポートを行っていたようです。2018年5月21日、加納うまい子さんは自身のインスタグラムに上記の写真を投稿されました。このブレスレットと同じブレスレットをしている大谷翔平さんの写真です。ネットではティファニーのノットシングルブレードブレスレットだと言われています。大谷翔平さんはアクセサリーをつけるタイプではないそうです。そのため大事な人からのプレゼントなのかな、トーク速が飛びました。こちらの写真は加納舞子さんが自身のインスタグラムに掲載した写真です。この日は2018年7月20日、右肘内側側副靭帯を損傷して戦列を離れていた大谷さんが再検査を受ける日でした。舞子さんは願うことはただ一つ、健康第一、それだけと綴っています。このリングは大谷さんからのプレゼントと多くの方が感じたのではないでしょうか。2021年11月に週刊文春が加納舞子さんに突撃取材をしています。その時は一切ノーコメントと言いながら玄関の扉を閉められたそうです。そして話せるわけないだろ、早く帰れと追い返されてしまったとのこと。追い返されてしまった週刊文春の文春オンラインでは下記のように報じています。翔平のからネットでそういうあが書かれているって聞いたけど、本人からはそんな話全く、笑い、結婚するとなれば報告があるだろうけど、そうじゃなければわざわざ言ってこないと思いますよ。今はまだそっちのことは考えず、もう少し野球に専念したいんじゃないのかな。どうやら加納舞子さんのお父さんは大谷さんと舞子さんのことに関しては何も知らないようで、加納舞子さんは2022年8月28日放送のサンデーモーニングにコメンテーターとして出演されました。スポーツコーナーでの司会の関口博さんとの会話が匂わせっぽいのです。加納舞子さんが両方のポジションで結果を残している中黒中黒中黒、すると司会の関口博さんが誰のこと、大谷さんのことですかの質問に対して、加納舞子さんは中黒中黒中黒、そうですね、ものすごいことをしているのにすごいことをしていない風に普通にプレーされるじゃないですか、ここがやっぱりすごいところだなと思っています。通常ならすぐに答えなくてはいけない場面です。しかし狩野さんは数秒ためらった後で大谷さんの話題を口にしました。このことでネットでは動揺していた、交際を匂わせた等の憶測が飛び交いました。加納舞子さんは2018年7月15日に自身のインスタグラムでアメリカ中黒サンタモニカを訪れていることを投稿していました。この日は舞子さんの30歳の誕生日です。大谷選手所属のエンゼルスの試合がアリソの試合を観戦されてたのではと匂わせています。サンタモニカからエンゼルスの本拠地であるエンジェルススタジアムからまでは近いこともあり、大谷さんに会いに行ったのかもしれません。そして翌年2019年7月17日にもインスタグラムに投稿、舞子さん31歳の誕生日にエンゼルスタジアムで野球観戦をしている様子を載せていました。加納舞子さんは自身の誕生日だけではなく大谷翔平さんの誕生日にも意味深な投稿をされています。それは大谷翔平選手の誕生日7月5日に加納舞子は髪を切る、その写真をインスタグラムにアップ。写真につけられた文章は、毎年誕生日前に髪を切ってる、わざわざ誕生日という言葉が入っていることが匂わせっぽいです。 WBC の侍ジャパン一員として頑張ってくれている大谷翔平さんをこれからも応援しましょう。その後も大谷の恋愛にまつわる噂の類はいくつか浮上したが、確定的なものが報じられることはなかった。そのためファンの間では野球に全てを捧げるストイックな大谷は現役中は結婚をしないのではないかとの見方もされていた。そんな矢先の吉報だった。28日のオープン戦でいきなりホームランを打って手術からの驚異的な回復を示したわけですが、奥様になる方の支えもあってのことだったんですね。もちろん今はまた違う考え方を持っていたとしても不思議ではないですけど、
お相手に関わらず大谷ほどのアスリートがどんな二世を残すのか、ダルビッシュの息子のピッチング動画がすごいと話題になりましたが、もし大谷が男の子のパパになるようなことがあったら、気の早い話だとは分かっていても楽しみにせずにはいられません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。